佐々木朗希、立浪を煽る。こちらすでに貼られたやつ、ご飯 800g となっております。米食うだけで畑希望にできるこの世界。そして怪我と立浪さんは正しかったな。なんでその白米を少しでもチニドラの選手に分けてあげなかったんだ。ああ、将来のチニドラ入りの道は断たれちゃったね。チニドラも当初は白米解禁しているのでセーフ。わざわざ書く必要ある？バカにしてるよな。米で煽るのトレンドになっててくさ。細身なのにそんな食うんけ、さすがやな。チュニドラの選手がひもじい思いをして隠れてひつまぶしを食べてるのに鬼畜かよ。朗希くんちょっとイケメンなっててくさ。アホチン、もっと違う食べ物ある。勘違いしてる人が多いけど当主はお米食べられるからな。何これ、煽り米が食べられない人をバカにしてるだろ。これ叩かれるらしいな、米が映ってるから。二刀流の選手がチュニドラ行ったらお米制限どうなるんや。投げる日だけ米食わしてくれる。こんなん食ってるから怪我するんや。銀シャリが食べれない貧乏人をバカにしてるのか。チュニドラヤシにもっと配慮して。投手は食えるからなんやねん、野手が見てないとでも言うのか。朗希がチュニドラに入団してたら2軍で炎上を繰り返すクソ雑魚なめくじになってたやろな。これで中日入りの資格は失ってしまったね。中日では飢饉が起きてるんだけど配慮とかしない感じか。ご視聴ありがとうございました。